近所の散歩を始めてから初めて散歩らしい時間帯、6時半ぐらいに家を出ました。なかなか清々しいものですかね。ちょっと肌寒い感じがあるかな。はい、ジェン君、おはよう。得意ポーズです。上半身をなんていうの、クッションに乗せるジェン君です。はい、ジェン君。あ、クッションのカバー買いなきゃね。まだ夏仕様になっとる。ジェン君、今日まで夏ね。今日まで夏、明日から20何度になっちゃう。そうなの。うん、今日は 31. 何度って書いてあったよ。いつまで暑いのかね。あ、今日までか。今日の夜か明日振り返りましょう。かわいい。ジャン君かわいいね。はい、こうぐるっと回って、これを取って、あ、ごめんね、新しい子ちょっと待ってね。そしてブラシ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 。いいね、ちゃんと。ブラシブラシ。いいね、いいね、ブラシブラシ。そしてぐるぐる回ると一周しました。ちゃんくんは何がしたいの？はい。ポンちゃんおいで。おいで。ポンちゃん。ジャン君も連れてきて。あ、来た来た。あそこに二人でチューしてる。隙間から見えてるよ。仲良しさんだね。おいで。ポンちゃん。はい、来た。あ、ジャン君もおいで。ちゃんくんおいで。カウンって言ったの。おいでおいで。カウン。はい。はい、二人とも偉いね。おかえり。今ちょうど歌の時間が終わったところです。終わると終わったって言って帰ってきます。うるさいのか。歌がうるさいのか、あなたたちは。どうなの？相手してもらえないと思うのかも。ポンちゃん、やってる間はずっと相手してくれないんでしょって、ね、ポンちゃん、ジャン君なんでこれ変にやろうって。もうちょっと上手に歌えるようにならないとね。あ、ヘッドホンの上に無理やり乗りました。ポポちゃん、ポポちゃんも歌上手そうだよね。あーあーっていう声でね。ジャン君はボイスプラノだよね。ジャン君、よし、いくだね。ぽんちゃん、ぽんちゃん、仲良しさん、はい、行くだね。どうしたの？ポンちゃん、ポンちゃん。クシュ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 。こっちじゃないの？新しい方。ちょっと毛がついてるから、こっちに溜めようと。ポンポンもする？あ、ポンポンは逃げるのね。なんでポンポンは逃げるの？軽めにやると意外と長く持つよ。
辛めなんだけど。やんくん。はい、ご飯食べまーす。じゃんくん。はーい。はい、こっちへで。どうしたの？ブラシやか。いいね、毎日こうしてもらって。もう毛がなくなっちゃうけどね。片足残ってるよ。そうそう、最近なんか2人ともそんな食べ方するんだよね。そう。特にジャンク。変なんですね、この人。ジャンク。ジャン君、ポンちゃん、ずーっと辿っていくと、はい、こんなものをお化けをいっぱいいただきました。どうもありがとう。はい、ありがとうございます。これは、なんて言えばいいの、ハロウィン、ハロウィン用のライト、ライトじゃないね、うん、電飾、電飾、そう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 、うん、またハロウィンの季節がやってきました。そろそろ飾ることを考えましょう。これはまだ光ってないけどね、飾り終えたらピカピカもお楽しみに。ポンちゃん、ポンちゃんどうですか、ポンちゃん。まだよくわからないと思うけど、どうもありがとうございました。